2023 JRA ブリーズアップセール、ただいま終了したばかりということで、特設会場から解説をしていきたいと思います。今日は79頭の上場となりました。欠場馬は4頭出ましたけれども、例年に比べれば上場頭数が非常に多く、昨年が70頭、一昨年が73頭、その前が75頭、遡っても79頭が2011年最高でしたので、その時以来の79頭の上場ということだったんですけれども、今年は78頭が落札、売却率は 98.7% となりました。そして売却総額ですけれども、税抜きで考えるとおおよそ7億5000万ぐらいかなというふうに感じますので、昨年の税抜き価格の売却総額が7億820万円でしたから、昨年おととし7億円台は突破してるんですけれども、その時の金額は超えているという状況になっています。2019年が8億4500万円という、これがブリーズアップセール史上最高額、ごめんなさい、9億超えた時もありましたので、史上2番目でしたか、それに継ぐ数字になってるんじゃないかなというふうに思います。税込みでは8億2951万円という金額となりました。そして平均価格では1000万円を超えた年というのが過去5年で2回あったんですけれども、昨年が1011万7143円だったんですが、今年に関しては税込みで1063万4743円ですから、平均価格は1000万円をちょっと割る形にはなったかなというふうに思います。今回の最高額は2700万円、金額は税抜きとなりますけれども、これが2頭いました。まずは番号の若い順でいきますと、上場番号12番、ピンクシャンパン2021、デクラレーションオブオーサンクの牝馬です。こちらが残り1ハロンを迎えたときに手前を変えて、そこからまたぐんと加速し、2ハロン24秒0、最後の1ハロンは11秒4をマーク。祖母がピンクカメオという血統背景からも注目度が高かった馬ですが、こちらが2700万円で取引されました。それからボバの最高価格は上場番号44番、スルージエア2021、マインドヨエビスケッツ3区のボバです。3代母がウィンドインハーヘア、非常に優れた品系に宮崎育成牧場での展示会で一番時計、そして JRA ブリーズアップセール当日の騎乗狂乱でも2ハロン22秒3、最後の1ハロン10秒7と2ハロン1ハロンともにファステストを記録、こちらも2700万円で取引をされています。マインドアビスケッツ3区は初年度3区からデルマ外掛けなど活躍馬多数、ダートに限らず、ホービスケッツが芝でも頑張っていたように、芝ダート問わない活躍からも注目度が高いわけですけれども、今回の育成馬展示会、そして当日ブリーズアップセールの騎乗狂乱の動きの良さから、活発な競り合いとなりまして、こちらも2700万円での取引、最高額タイということになりました。スルージエア2021は、小の厩舎で、デビュー予定というふうに聞いております。ですから立東小の厩舎ということで、ちょっとね、活躍も楽しみだなという感じがします。それから3番目に高かったのが上場番号9番、北港樽前産区となりますエアプライス2021です。こちらは2ハロン24秒8、1ハロンが11秒7というタイム、オンラインでの最高額となりましたかね、オンラインでの落札となりましたけれども、こちらは、祖母がピスクドールということで、アイスドールやホーケンビリーブなどがいる血統背景、品系をたどればトゥザビクトリーなどにもつながる優秀な品系に、ダートで、非常にこう人気のある芝場、北港樽前産区ということで、こちらも今後の成長が楽しみという2600万円での取引となりました。それから上場番号78番、リアルインパクト産区の積算奇跡2021、こちらはこの上場馬の中で2番目に1ハロンの時計が早かった10秒9をマーク、2ハロンは23秒1でした。トモジャクールなどの
妹にあたり、お母さん関さん奇跡はフェニックス賞3着という実績のある馬です。こちらも前評判が高かった馬なんですけれども、5月の遅生まれながらも一波乱の伸びが目立っていたという状況と馬格の良さから、こちらは2300万円での取引となりました。高額取引馬が割と宮崎の馬が多いなという感じがしますけれども、12番のピンクシャンパンが日高の馬ということで、その後ですね、オルフェーブル3区アルフィルク2021、これも日高組ですけれども、オルフェーブルも芝ダート問わない活躍を見せ、2波論23秒9、1波論11秒6、祖母がマーメイドステークスを買っている大気ポーラということで、こちらも血統の良さから注目はされていましたけれども、2000万円での取引となりました。税抜き価格で2000万円を超えたのは以上の5頭となります。そして新種牡馬で一番高かった馬となりますと、上場番号28番コンクエストハーラネイト2021レイデオロ産駒の牝馬です。これも5月1日と少し遅い生まれにはなりました。2波論は24秒4、1波論は11秒6。セレクトセールでの取引馬、こちらが、税込みで2145万円です。ちょっと計算できませんでしたけれども、こちらがお母さんがカナダの G2G3 勝ち馬、品系は本当に、北米で優秀なものがあります。兄弟にはダノンブリザードなどがいるということで、こちらも馬体が非常にこう仕上がっていた形、それがブリーズアップセールの動きの良さにもつながっていましたけれども、コンクエストハーラネイト2021新種馬場レイデオロ産駒の中で一番高い金額、全体では6番目に高い金額となりました。それから2波論で2番時計だった上場番号57番、これも新種馬場ですけれども、シュバルグラン産駒ローマンクイーン2021、2波論で22秒9をマークした馬ですけれども、こちらは1700万円税抜き価格で取引されています。シュバルグランの産駒でこれだけ非凡なスピードを見せ、瞬発力も抜群だったということで、今後の期待というのが高まるところかなと思います。こちらは八戸市場での取引、その八戸で360万円で JRA が落札した馬が、これだけ育成で非常にいい動きを見せた上に1700万円で取引されたという状況になります。繰り返しになりますが、今年の JRA ブリーズアップセール、税込み価格にはなりますが8億2951万円、税抜きにするとおおよそ7億5000万弱というところでしょうか。7億5000万弱だと昨年おととし7億円を超えてるんですけれども、それを上回り、2019年8億4500万円に次ぐ過去10年の中では2番目に高く、これまでのブリーズアップセール市場では3番目の総売上ということになったかなというふうに思います。落札率は 98.7% でした。長時間にわたりましてお届けしました2023JRA ブリーズアップセール、本当に長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。次回のこの JBS それからニコニコ生放送でお届けする競りの中継ですけれども、5月12日千葉サラブレッドセール、俗に言う千葉競り、こちらでまたお目にかかれればというふうに思います。千葉競りはまた高額馬が続出する、非常にこう皆さんもね定着している競りになるかと思います。今年はスプリングステークスを勝ったベラジオオペラなどがこの千葉競り出身ということにもなりますので、ぜひ5月12日の千葉競りにもご注目いただければと思います。 2023JRA ブリーズアップセール、その2023年の競りの指標を伺う意味でも、このブリーズアップセールの売り上げというのは大変その後の競りにもつながってくるものがありまして、7億5000万弱の売り上げというのは、JRA の関係者のみならず馬産地の人たちもちょっとほっとしている部分もあるんじゃないかなとは思います。
今後の競り、まあ、当然2歳の競りの後は1歳市場というふうになりますけれども、そこにもきっちりとつながってくるというふうにも考えられますので、ぜひ今年1年、オータムセールまで続く、市場にご注目いただければと思います。それでは2日間長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは5月12日にまたお目にかかれればと思います。ごきげんよう。